今日は大阪で食べた徳正うどんのカレーうどんの店が福山にできたのでやってきました。カレーうどんと卵かけご飯のセットです。これで730円ですね。普通のノーマルのカレーうどんでもネギがこんだけ入ってます。カレーもカレーうどんのカレーと違って普通のカレーライスのカレーのような感じですね。行き過ぎだな。それではいただきます。味はやっぱり大阪で食べた徳間さんのカレーうどんと同じカレーの味をしています。もう少し辛かったような気もするんですけど、やっぱり美味しいです。このねっとりしたカレーの味が、濃厚な味が美味しいです。卵かけるお醤油がだし醤油みたいな感じで、この卵かけご飯の口に入れてカレーをうどん食べる。なかなかこれが美味しいですよ。カレーうどんを食べて余ったカレーの中に卵かけご飯を入れて、最後はカレーまで全部食べましょう。カレーうどんを食べるときは跳ねるので、ちゃんとエプロンをしましょう。一箇所だけ跳ねてます。